あなただったんだ、コズマ。あなたも千号と同じ選択をするの？何もかも捨てて、ただただ私を敵に回すと？けど、コズマ、あの時あなたはビルビーの思考分割を受けていないはず。ここで過重長編を解放すれば、あなたには何も残らないよ。はあ、一番遭遇したくなかった事態が再び起こってしまうんだね。それともあなたからもう一つの答えを聞けるのかな、コズマ。無駄口は不要だ、律者。ここはあんたの狩り場などにはならない。ずいぶんと冷たい呼び方だね。私について何か話を聞いてるの？私が勝てない存在であることも含めて。その表情、どうやら本当にそうみたいだね。正面から立ち向かったところで何の勝算もない。でもあなたもまたメイにチャンスを作ろうと試しに来てみたんだね。試しなどではない。ここからは一歩も進ませない、侵食の律者。あなたが倒れるまで。はあ、またこうなるんだね。他の人たちはさておき、コズマ、私の知る限りでは、いわゆる自己犠牲に対してあなたは一番否定的なタイプのはず。今まさに自らそれを実行しようとしているけど、本当に大丈夫？否定的？そんなこと一度も思ったことはない。いいよ、あなたにあのことを思い出させるつもりはなかったけど、それよりあなたを無駄死にさせないことの方がもっと大事だから。ムー大陸での出来事を忘れてないよね。今のあなたみたいに他人にチャンスを作るためにグレーシュの父親が名前を口にしてもいいでしょ？勝手にしろ。彼女の父親であるコンはあなたから見て利害を天秤にかけたように思える選択を行った。そう、軽率に自分を犠牲にしたの。同時にあなたも害を被ることとなった。化け物になっても死であり友である仲間を救えなかった。ほら、あの時の気持ちを思い出してみるといい。もしあなたが同じことを繰り返してしまえば、あの時の痛みを他の誰かが感じる羽目になる。大旧律者と違って私はそんな余地のない選択を迫らせるような悪人じゃない。確かにそうだ。だがコンについての考えは全て間違っている。コズマ、別に無理しなくてもいいんだよ。別に思ってもいないことを話してるわけじゃない。初めからコンは害を被ってなどいない。彼は善を尽くしただけだ。彼が俺に唯一の方法を教えてくれた。だからこそこうして今ここに立てるんだ。俺はあんたの前に立ち、やるべきことをなす。どういうこと？コズマの性格と考え方が全く別人のようになっている。思考分割は受けてないのに。冗談はここまでだよ、コズマ。お願いだと思って話を聞いてくれないかな。ここで決着をつけたところで私には何の問題もない。知ってるはずだよ、私が相手ではビルビーが言ってたバックアップの効果はない。自分がもう一度害を被るようなことはもうやめた方がいい。それ以上話すな。分かったよ。ここに来た時点で向き合うものが何なのか想像はついていたから。でも本当に皮肉だね。私は悪役なのに何度も何度もあなたたちを無理やり生かそうとするなんて。そう思うのも無理はない。
侵食の率じゃ。何しろ俺の方が悪役に見えるからな。はあ、結局こうなってしまうんだね。どうしてそこまでするの、コズマ。ほら見てみて、そんな姿じゃ話もできないよ。楽園から出て外の世界を見てみたいと思わないの？本物のケビンとグレイシュが外であなたを待っているよ。単純に荷重長編の状態に入って力を増幅させても私に対しては意味のないことけど、ビシュヌが持つドンゼイの本能は侵食にも効果があるの？つまり初めからあなたは自分を飲み込んでいるんだね。いいえ、効果を緩められたとしても本当の意味で私を止めることはできない。ただエリシア、あなたならどうするの？コズマ、私を許して。愛するみんなはすでにこの体内で永遠と美しい命を手に入れている。このまま放っておけば彼らをもう一度死という窮地に立たせてしまう。天秤にかけるってこんな感じなんだね。今ならあなたの気持ちが理解できる。もしそれがあなたの選んだ道なら。ごめんね。こうするつもりはなかったんだけど、みんなのためにも私はあなたを完全に削除する。約束しよう。すべてが終わった後に、コズマ、あなたをもう一度再構築すると。削除は確かに完了しているはず。彼のデータも。そういうことか。データは確かに消えている。でも削除による結果とは限らない。やっぱりそっくりそのままだ。どうやらさくらのおかげで全知ではなくなっていた間に私はいろんなことを見逃してしまったようだね。じゃあ気をつけて。私はもう誰かを傷つけたりはしたくないから。
そろ出てきてくれないかな。私はあなたのモデルになる気はないの。道理でコズマの性格が変わってしまっていたんだね。彼のデータは最初から消え去っていた。しかしそれにもかかわらず私と戦えていたということは。なるほどね。コズマはとっくにあなたの絵になっていた。そうだよね、グレーシュ。そうだよ、コズマ。すでに決めたならケビンを呼んできて。君は今日死ぬことで永遠に生きる。そうだね。確かにすぐさま決めなくてもいいことだ。実のところ思考分割を行うのは遅ければ遅いほどいいんだ。遅ければ遅いほどいい。思考分割した時点で君の人生は固定される。ビシュヌによって付与された無限に成長する特性、その副作用は成長を諦めれば解消されるのさ。その時間を後回しにすればするほど残せるものも多くなる。そうでしょ。だがこれまで俺が本当の意味で成長したことはあるのだろうか。私もそう自分に問いかけたことがあるよ。答えはおそらく人次第になるけどね。そうなのか。頼み事を撤回したい。ビルビー、思考分割を受けるのはやめようと思う。おや？君もまた持っているもの全てを背負うことが大事だと思うのかい？ケビンみたいに。誤解だ、ビルビー。俺はもう彼みたいなヒーローになる気はない。たださっきもう一つの方法を思いついた。それは善を尽くすことができる方法だ。以上があんたを訪ねた理由なんだ、フワ。コズマ、成功しましたか？少なくともおかしな感覚はない。本当ですね。以前は復元できるケースなど存在しませんでしたが、そうなるとビシュヌの特性を使って自身の侵食された部分を飲み込むという手段は確実に有効なのですね。ああ、しかし代価がないわけではない。侵食を受ける前と比べれば力が消耗してるんですね。その通りだ。わずかではあるが自身の一部が飲み込まれている。それにもし律者自らが侵食を行った場合、おそらく遅らせることはできるが復元はできないだろう。では私たちは本来の計画を選ぶしかないのですね。彼女をエリシアに近づけさせないためにも私たちは。本来の計画？グレージュ、大人の話をしているんだ。絵を描いていてもいい？大人？さて話を続けよう。本来の計画にはグレーシュも含まれるのか？ええ。なら断らせてもらう。雷の律者のために時間を稼ぐだけなら他の手段がある。他の手段？先ほど自身で言っていたように侵食の律者が相手ではあなたでもせいぜい侵食を遅らせることしかできません。それにもしその過程がかなり長引くと悟られたら彼女はおそらく
あなたを削除します。そうなってしまえば侵食を遅らせることでさえ意味を失います。誤解しないでくれ。実はさっきもう一つの方法を思いついたんだ。それは善を尽くすことができる方法だ。このやり方でも同じように第八の神の鍵が必要となる。あんたにはとある人物を騙してもらいたい。侵食の律者ですか。わかりました。ん？コズマ、大人の話はもう終わったの？まだだ。だが今度はグレーシュにも手伝ってもらいたいんだ。約束しただろ、これからは何をするかをきちんと教えるって。古の楽園に悪い奴が現れたんだ。グレーシュの力を借りて彼女を倒したい。悪い奴？ナイトさんに手伝ってもらうの？彼の手を煩わす必要はない。グレーシュはいつものように絵を描けばいい。ただ少し違った形で。今回は俺の色を使わず言う通りに絵を描いてくれないか？ダメだよコズマ、色がないと不格好になる。大丈夫だ、俺とフアが手伝う。ならいいよ。コズマは何を描いてほしいの？まずは少年の絵から始めよう。彼は痩せっぽちで小柄だった。それでも他の少年と同じようにヒーローに憧れていた。彼は8歳の頃から弱きを助け強きをくじき、それを繰り返すことで目標に向かって進んでいたんだ。待って、コズマ、その物語はどう書けばいいの？そうだな、たった一人で証拠を集め悪者の野望を打ち砕いたとか。それだと場面が思い浮かばない。やっぱりこうした方がいいと思う。全身タイツを着て月の光に溶け込んで屋根の上を走り回るの。思い浮かんだものをそのまま描けばいい。彼はいつも善を尽くそうとした。そして彼の思惑通り何事もいつもうまくいく、そんな日々が続いていったんだ。死であり友でもある仲間が窮地に陥るまでは。仲間？どんな風に描けばいいの？そうだな、父親のような感じだったのかもしれない。お父さんみたいな感じ？わかった。その時ほぼ勝てないような強敵に遭遇したんだ。より多くの人々を救うためにその仲間は自分を犠牲にした。もちろんみんなはそれを利害を天秤にかけた結果だという。彼は理性的に正しい選択肢を選んだに過ぎない。けどその子は納得がいかなかったの？ああ、自分の弱さゆえにこんな結果を招いてしまったと彼は考えたんだ。二度とこんなことが起こらないようにと自分を化け物にしてまで悲劇を止めようとした。しかし全てが無駄だった。必死にあがいても利害を天秤にかけた結果をより最悪な結末へと導くだけだったんだ。コズマ、それだとまたどう書けばいいのかわからなくなる。具体的な場面とかないの？ある。命の灯火が最果てへとたどり着いた時、彼は受け入れがたい選択を迫られた。とある任務を命じられたんだ。世界の終焉を前にした人類の新たな希望を探すために巨大な船に乗り地
球から旅立つという任務を。つまり災いからは生き残れるが、逃亡兵のようになるか、もしくはこの世界と共に死へと赴くヒーローになるか、そんな二つの選択肢があったんだ。その話なんだか聞き覚えがあるような感じがする。そうか、もしかしたら話したことがあるのかもしれない。この物語はあまり好きじゃない、だが一応全て読み終わってるからな。コズマ、そんな風に言うのは良くないよ。希望を探しに行った人だってヒーローだと思う。だがグレージュ、あれは諦められた計画だったんだ。希望を探すなどというが、それは最初から本当の目的ではない。星たちの家、そこにたどり着くための道は人類にとってはあまりにも長すぎた。あの船は確かにとある天才が作り上げた一品だ。しかし時代の制約によって偉業を成し遂げることは到底不可能だった。だから少年の真の使命とは、闇に潜み悠久の時を重ね帰還の機を待つこと。もし世界が滅んでいたら、船に保管された火の種を再びこの地に撒く。仲間たちの屍の上に撒くんだ。なら彼はどっちを選んだの？もう一人の人物が代わりに選択してくれたんだ。その少年は結局のところ未熟で軟弱すぎた。すでに利害を天秤にかける力を失っていたんだ。けどこのことを教えたのは、グレーシュが各少年に対して変わってほしいと願っているからだ。できれば現実を平然と受け入れられるような、より成熟したイメージにしてくれないか。より成熟？ああ、この絵に描かれる彼は、他人が真剣に考え下した決断をそうやすやすと天秤にかけた結果だと決めつけない。俺のような頑固なやつでもない。彼は決める者が下した決断であれば、利害を天秤にかけた結果が善を尽くしたものであると本当の意味で理解できる。彼がずっと受け入れられなかったのも、ただそうしてきた自分と向き合えなかっただけなんだ。わがままな奴は嫌いだろ。彼をそんな風に書かないでほしい。できるか？うん。コズマと違ってわがままな人は大嫌い。そうか。ならさっき話した内容で書けるか？わからないけど試してみる。大丈夫だ。できなくても別に構わない。もともと彼はそんなわがままな人間だった。変われなくても当然だ。それでフア、ここから先はあんたに任せる。俺のために彼女を騙してくれ。とうとうこの時が来てしまったのですね。わかりました。いや、第八の神の鍵でグレージュの感覚を欺いてほしいんだ。え？さっきも話したように、ドンゼイの特性を持っていたとしても記憶体である俺では侵食の律者を長時間引きつけることはできない。しかしそれにも例外がある。もし目の前に立つ俺が彼女の知る記憶体でなければ、そのことを悟られるまでは雷の律者のためにより多くの時間が稼げる。そのために俺はグレーシュの絵になる。絵ですか？ならグレーシュにあなたの色をつければいいだけ。待ってください。まさか。ああ、俺の色ではなく全てのデータを使ってほしいんだ。それはどうしてですか？これはある種の偽装なんだ。もしかしたら律者が俺を侵食、もしくは削除するときに
うまくいかなくなるかもしれない。それと絵を描かせるときにグレーシュにあるリクエストをするつもりなんだ。そうすることで彼女は俺に似ているものの全く違ったコズマを描ける。そしてそうすることで彼女は過重長編を使いつつもヒーローの心を持ったコズマを作り出せる。コズマ、あなたはまだ今でもあの姿の自分と向き合うことができないのですか？はあ、あんたの故郷の言葉を借りるといわゆる神魔なんだ。それにもうそれを克服する余裕はない。ですが彼女はうなずかないでしょう。あなたならその行為の意味を理解しているはず。記憶体ではなくただのデータに変わる。それは今の状況では死も同然、つまりグレーシュに殺してもらうようなことなんですよ。それがあんたに頼んだ理由なんだ。それに楽園でデータ関連の操作を行うには精神感知型融合戦士の協力が必要となる。しかし今はアポニアやスーに協力してもらえるような状況ではない。だから第八の神の鍵に頼るしかない。心配はいらない。ずっと前から似たような手段で過重長編を試そうとしていた。グレーシュの絵になる。これが最善の方法なんだ。俺は死ぬわけじゃないんだ。ただ別の形でここで永遠に生きるだけ。ありがとう、フワお姉ちゃん。ごめんなさい、コズマに頼まれましたが、私はやっぱりあなたが決めることだと思ったんです。それにあなたは彼が思っていたよりもずっと強いですから。もしくはこの行動が何を意味しているのか理解していないのかもしれませんが、彼のことをあまり責めないであげてください。隠していたのは彼なりの事情があったからです。大丈夫、悪意のない嘘もあるってアポニアお母さんも言ってた。でもフワお姉ちゃん、思っていたよりも強いってどういうこと？それはいいことじゃないの？やっぱりそうだったんですね。ほら、コズマは違う形でここに留まっているだけだよ。いいえ、グレーシュ、彼はもう。え？グレーシュ、どういうことですか？あのね、私もコズマに嘘をついたの。色がないと絵は描けない。だからやっぱりコズマの色を使ったの。だからこの絵に描かれているのは本来のコズマだよ。それとそういうことだったんだ。つまり違和感があるけど、さっきのコズマこそが彼の本来の姿。思ってもいないことは話さないなんてよく言えるね。けどグレーシュ、すでに分かっているのならなぜ目の前に現れたの？彼の気遣いを踏みにじったことになるんじゃないの？コズマはあなたが犠牲にならないようにするため残ったのに。だって私は離れちゃいけないの。それもそうか、聞くべきじゃなかったね。だって答えなんて明らかだから。今の光景をコズマが見ていたら彼もきっとホッとするだろうね。彼がコンからもらった極光はすでに受け継がれている。ならグレーシュ、彼の代わりに私がちゃんと世話してあげるから。コズマの選択は本当に残念だと思うよ。だから約束してグレーシュ、あなたは
私を悲しませることをしちゃいけない。わけにはいかないの。グレージュ、あなた、自分も絵に描き込んだの？最後に、もう一人の人物が代わりに選択してくれたんだって、コズマが自分で言ってた。なら、この絵にも、もう一人がいるべき、みんなには白紙って呼ばれてる。だから、自分をキャンバスにしたって、コズマは気にしないよね。なら、グレーシュは？もちろん、コズマと同じだよ。グレーシュ、あなたが彼を書き出したのなら、つまりそれは、あなた自身が決めたこと。ただ私に追撃させないために自分の命を無駄にしたの？追撃？それはどういう意味？コズマはずっと話したことがなかったけど、一人ぼっちになるのが一番怖いの。私はただ絵の中のコズマを一人にさせたくなかった。今度はさらにふざけた理由でこうも簡単に自分の命を捨てるなんて。時間稼ぎ、それはデータである私たちにできる唯一のことです。この子たちは最善を尽くしました。つまり絵になった彼らを連れてきたのはあなたなんだね、フア。その絵、どんなものだったのか見せてもらえる？すでに手遅れです。あなたは先ほど絵を丸ごと侵食してしまいました。わかってる。どんなものだったか教えて。少し気になるの。コズマ、極光ってどういう意味？なぜそれを聞くんだ？気になっただけ。なら、グレー氏の刻印で説明しよう。空に星が見えるだろう。極光とは、その中で俺たちに一番近い星が放つ光なんだ。なら、全然特別じゃないの？いや、極めて特別なんだ。極光は一番早くここへたどり着く光だから、何も照らすことはできない。それでもその光を捉えられる頃にはすぐにわかるようになる。空に満天の星々が輝いてるということは、いずれはきっと
無数の光がこの地に降り注ぐはずだ。言葉で例えるなんて、私では少し力不足です。それにあなたもおそらくグレーシュが望んだ読者ではありません。なら、フア、コズマを削除した時の私の気持ち、今のあなたならきっと理解できるはずだよ。仲間を死の淵に陥れるなんて、さぞかし苦しかったでしょう。これは悲しみではありません。彼らに払うべき敬意です。ではここからは私が使命を果たしましょう。使命？ああ、あなたが言っていた本来の計画ってこと？それは一体何？彼らの犠牲の裏にある真実の意味をこれから教えてあげます。